山川選手がモデルの防犯ポスター4000枚を取り外す。沖縄県警が公共施設などで掲示。沖縄県警によると山川穂高選手は犯罪のない沖縄を目指すとして県が推進する修羅山運動の2023年広報用ポスターでモデルを務めている。県警はポスターを約4000枚発行し、県内の警察署や公共施設で掲示していた。だが11日に文春オンラインが疑惑を報じると掲示を取り外すなどの対応に追われている。ああ、もう帰るとこないじゃん。これ警察署の掲示板に貼ってあるのに頼みな。反面教師や。自覚が足りんよな。どれだけの人に迷惑かけてるんだよ。広報で使うときはちゃんと人物を見てからにしないとな。ポスター、山川はまさかあんな事件起こすとは思わなかったけど、遊んでそうだったし、警察のポスターには最初からふさわしくなかったな。東浜に切り替えていけ。山川みたいな奴に騙されて食事に行くな、というメッセージやろ。逆に犯罪抑止に効果ありそうだから、山川ポスター使い続けろよ。こんな周りが準備してるってことはもう黒やん。ガチであかんやんけ、損失半端ないやろ。そこを調査しとけよ。言うて山川についていく方も悪いよな。どう見ても雰囲気危ない奴だし。なんでや、ゆいまるの精神忘れたんか。宮城に切り替えてけ。なん来るナイサー精神はどこ。熊本県は飲酒運転したらあかんすよ、か。犯罪のない沖縄なのに、詐欺マルチまがいをする男を去年朝ドラで見たんやが。沖縄だと山川を起用してるとこが多そうだから、大変そうやね。